キャットオレンジです。いつもご視聴ありがとうございます。本日は、テコの基本原理、3種類について、簡単ではございますがご説明させていただきます。よろしくお願いいたします。テコの原理、古くから私たち人類は知っておりまして、そして小学校の時に習ったと思いますが、基本的な構造といたしましては、支点、力点、作用点、この3つで構成されておりまして、主な使い方といたしましては、小さな力、スモールパワーを大きな力を得るためビッグパワーに変換する装置ということです。具体的には、例えばこういう大きなものを小さな力でこういうふうに動かすというのに主に使われます。そしてそのテコには3種類あるということです。まずは第一のテコなんですが、左から順に作用点、支点、力点というふうな構造になっています。これがそうですね。私たちの身の回りでしたら、例えばこういう釘抜きがそうです。支点、力点、作用点、これによって、釘を抜きます。続きまして、第2種の、テコですが、こちらは このような構造になっています。左から順に、支点、作用点、力点ということになっています。このような構造になります。私たちの身の回りでしたら、例えば建設作業で見かける一輪車とかがそうです。他にはこういうような穴あけパンチとかがそうです。支点、力点、作用点、この穴あけパンチがそうです。続きまして、第3種の、テコですが、こちらは支点、力点、作用点となっています。こんな感じになります。ではこれは大きな力、ビッグパワーをスモールパワー、小さい力に変換するときに使用します。具体的にはどういうふうなものに使うのかということですが、私たちの身の回りの道具といたしましたこのピンセット、これがそうです。支点、力点、作用点ということになってます。あと、パンをつかむトングとか、お箸などもそうです。こういう小さな、部品や壊れやすいものとかを、こういうふうにつまんだりするときに、使用します。まとめますと、テコの基本の構造といたしましては、原理といたしましては、支点、力点、作用点の3つで構成されているということと、あと棒が必要なんですが、そしてそれには、支点や、力点、
作用点の組み合わせによって、3種類あるということです。応用範囲は広く、例えば天秤とか、公園であるシーソーなども、テコの、一種です。以上です。Thank you.